大河原発電所の全景大河原発電所は、京都府相良郡南山城村、大崎北、大河原河浦一の2に所在する、水路式の水力発電所。2017年現在は、関西電力が運営している。京都府、奈良県、三重県の境界に立地している。1919年12月、京都伝統大河原発電所として、運転を開始。二大の立、 軸三小交流同期発電機にはスイスから輸入された EW 社製の立軸単流渦巻フランシス水車がつながれている。認可最大出力は 3200kW であり、有効落差22.3メートル、最大使用水量は18.6立方メートル S である。発電所は、木津川の湾曲を利用し、湾曲部単に園庭を作って水を貯めている。 園庭の表面は建設当時のままの石積みが残っている。校門上部の校壁には当時の京都伝統の市川社長の自筆による物事の幸福がこの地から始まるの意味を示した誇り幸松室服の文字が刻まれている。発電所本館はレンガ造りであり、発電機が置かれている胸と送電設備が置かれている胸の二胸からなる。発電機胸の壁には 妻側の面と平ら側の面に各一箇所ずつ入り口が設けられており、入り口開口部の上部はアーチとなっている。このアーチの始まる両端と上部には石材が使われており、衣装に凝ったものとなっている。窓の上下のマグザにも石材が使われている。2017年5月現在、開口部の建具は改修されて入り口はシャッター、窓はアルミサッシになっており、 外壁は1985年に樹脂で補強が行われている。出展19、1919年、急速な電灯の需要を賄う目的で、京都電灯大河原発電所として、出力3 0 0 0ット、2号機体制で運転を開始した。1944年、軍需産業の電力需要を賄い、出力増強を図るため木製の消粧板が設置される。 1951年、電力再編成により、関西電力大河原発電所となる。1971年、気候改革により、京都市店より、奈良支店に管轄が変更となる。1986年、無人化工事により、奈良より、遠隔制御となる。1996年、1号機全面改良。1997年、2号機全面改良。 京都府相良郡南山城村の大河原発電所、貯水池1982年、日本建築学会が、日本の近代建築で現存する主要な建築物、約1万3000の中から、特に重要なものを、全国の建物約2000棟として選定した際に、その対象となった。発電所、園庭、取水口のシステム全体が、当時の姿で残っていることから、 土木学会は発電所と園庭に対して、下記の検証を行っている。AB、水力発電所一覧。関西電力。2017年5月28日閲覧。ABC、おこり幸松室副関西電力資料。2017年。京都府教育委員会。京都府の近代解散京都府近代解散。総合調査報告書京都府教育委員会。2000年。 P32 水資源機構水とともに2008年2月号ナンバー53水資源機構2008年 P31 日本の近代土木遺産改訂版土木学会土木学会戦勝土木遺産紹介ページ土木学会戦勝土木遺産土木学会2020年12月2日閲覧ありがとうございます